I say hop, you say pass. Hop, pass, hop, pass, hop, pass, hop, pass. We are Hoppers! Hoppers Channel! 皆さんどうもこんにちは。We are Hoppers! シリピーです。ジュリアです。ソルトです。ヒトです。ラメです。ムーンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は皆さんに集まってもらったんですけど、本日やる企画はホッパス学力テスト。英語編。そうなんです。あのホッパスはみんなも海外進出したいって口ではすごい言ってる割に、じゃあ実際英語はできますかということで、今日はもうそのね学力を測りたいと思うんですけど。確かめることなんていらない、今すぐにほらなななな。とちなみに英検4級持ってるよって人、いないね。3級持ってるよって人、はーい。あれ意外ですか。あ、今日やる問題はあの4級の問題から。え、じゃあ余裕じゃない。100点ですね。いや、まあ、怖い、誰か出てこない。まあでもね、私もできて当たり前。あと今日いないメンバーでプリンセスが、はい、なんと3級持ってますよ。現役で、あ、現役といえば現役メンバーいましたよね、この中に。 JK いますか。ナメさん、ナメさんできますね、きっと。いや、できます。勉強ちゃんとしてますか。してます。ほのたんは英語どう、言えそう。英語嫌い。今後ね、ホッパスの頑張ります。あ、でも私検定持ってる。嘘つけ。ビリヤード検定持ってるんですか。はい、ということで、早速皆さん行きたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。すごい。テスト本当にテストと一緒だから、カンニングやら死語は禁止ですからね、皆さん。カンニングする相手がいません。足打っちゃう。うるさいな。はい、制限時間は15分でいきましょう。15分、短っ。はい、はい、じゃあ問題を開いてください。用意スタート。もうなんて書いてあるかわかんない。やばいな。やばい、これ本当に分かんないな。本当にやばいな、これバレちゃう、バレちゃう。これ言ってませんけど、最下位の方は罰ゲームありということで。最悪だよ。やだ。3、1、1、2、4。逆に読んだ方が外れる可能性ある。こういう時は、でも私あのそういう時たまに会ってたりする。勘、私そういうとこ持ってるんですよ。あ、私こう見えて本当に赤点取ったことないですから。できた人は裏返してもらって、裏返してもらって、あの外に出てもらっても構いません。はい、海老原さんが終了です。残り時間がだいぶなくなってきてます。え、何ですかこれ。コラボしようです。皆さん終了。意外と解けました。現役だから。はい、ナメ終了しました。もう全部1に丸つけちゃった。わかんない。残り1分です。はい、終了。そこまで。はい、蓋してください。裏返してください。はい、その前置いておいてください。裏返してね、裏返しておいてください。はい、ということでテスト時間が終了しました。どうでしたか皆さん、自信の方は。時間が足りなさすぎる。足りなかった。最後全部1にしちゃった。今回選択問題なんで、最後の方とかなんか隣からシャキ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 、全然考えてないでしょっていう感じの音で丸つけても聞こえましたけど。はい、もう終わんなかったんで、とりあえず当てとけみたいな、書いとけば当たるかなみたいな。どうですか自信の方は。いやー、やっぱりもう問題解くのに必死で、ちょっと名前はもう絶対忘れちゃってた。エビさんはの早かったですよ、ね、私早いのよ。いますよね、テストめっちゃ早い人。テストめっちゃ早いの。ちなみに4級ね、中学校レベルですけど。いや、ダメだわ。
ダメだ。中学校はみんな卒業してるって思うの。卒業できたんかな。じゃあこれをスタッフさんにお渡しして採点してもらいたいと思います。先生お願いします。お願いします。はい、皆さん間違えてるところねチェックしてくださいね。はい、1番は2ですね。ミスターホーズハウス has a big garden。 There are lots of beautiful flowers in it。 Your uniform is dirty。 あなたの制服は汚れてます。 Go 帰って and change。 変えてください、あなたの服をと。で B が OK です。変わりましたか。3番は I enjoy the talk with a girl at the party but I forgot her name。 forgot って forget の過去形、忘れた。 I forgot her name。 私は彼女も忘れました。 in the Kendall club。 これでしょうがないね、間違えちゃった。惜しかった、惜しかったね。次6番、答えは4、スローリープリーズドライブスローリーデイ、ユアゴイントゥファースト。そうだね、デイルってどういうの。人の名前だね、デイルさんだね。そう、モアエクスペンシブってより高いだよ。ザンっていうのが入ってるでしょ。モアホニャララザン何々、何々よりもっと何々。ザンかザンとかのやつ、これもよく出てくるんですよね。比較級のモアエクスペンシブ。The test was difficult, but I was able to be able to answer all the questions。 よく学ぶやつだね、 be able to、 できるだね。はい、11番、 How long is the supermarket open? It's open from 9am to 3番だね。はい、これ間違えた人。はい、ねえねえ、どれ、ちょっと集中して聞いてくれます。もう死後が多いです。だいたいどうですかね。答え16番は3、17番は1、18番は3、19番は4、20番は2が答えです。答えは4番の C's of Website ですね。あくびしてますよ、大丈夫ですか。はい、まあ、ちゃんとゆっくり読めば、使ってる英語はそんな難しいものはないのでね、ちゃんと勉強してください。はい、はい、はい、ということで結果発表。わー、第1位、石塚総合さん。やったー、やったー、あ、すぐ自信なかった、はい、第2位、ジュリアさん。よかった。じゃあ結構みんなやばいってことだよ、だって最後の方までたどり着いてないもん、問題。じゃあ続いて第3位、ナイトさん。よっこー、よっこー。はい、じゃあ続いて第4位、いや、もうダメだ、これ分かってる、違う、違う、なんかも違う、ナメ。おー、名前呼ばれてない方。はい、第5位、ムーン。じゃあ最下、私は日本人だから大丈夫。最下位はシュリンピーです。ちなみに満点は35点でしたが、1位ソルトは23点。え、すごい、すごい、すごいね。最下位シュリンピダントツです。お、ダントツ王者の悪いか、悪いか、7点。いやー、すごい、すごい、すごい、優勝。でも0点じゃない、ね、0点じゃないの、すごい。ホッパスがフルテスト英語編でした。いつも
動画をご覧いただきありがとうございます。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。